間違いやすいスキンケア9選、正しいやり方って？スキンケアのルーティーンは誰にでもあるもの。開けてもくれても同じようにケアしているのに一切結果が出ない。そんな人はそろそろ奇跡が起こるように願って高い化粧品にお金をかけるのをやめ、基礎に戻る必要があるのかも。今回は顔のスキンケアで最も多い間違い9個を紹介します。動画の最後ではボーナスでバナナの皮が肌に与える素晴らしい影響を紹介します。チャンネル登録も忘れないでくださいね。登録をするとブライトサイトで公開しているいくつもの面白いビデオが見れます。1日に何度も更新されるので見逃さないように通知ボタンを押していただけると嬉しいです。1、化粧品をよく変える。美容クリームや美容液をちょくちょく変えて購入する人もいると思います。雑誌には季節にぴったりな化粧品が無限に紹介されていて、化粧品店は火に油を注ぐように割引やセールを始めるからこそ買っちゃいますよね。でも意志を強く持って誘惑に負けないようにしましょう。特に自分にぴったりな化粧品を見つけたという人は特に気をつけて。中にはお気に入りの化粧品に肌が慣れてしまうと効果がなくなってしまうと恐れている人もいるでしょう。だからこそ化粧品を変えるんですよね。でも実はこれも努力の無駄。肌は時間が経てば化粧品になれるというわけではありません。また何よりも大切なのが、知らない化粧品は注意して買う必要があります。新しく買ったそのクリームが簡単にアレルギー反応の原因になることがありますからね。2、毎日スクラブ洗顔料を使っている。人間の肌には素晴らしい再生能力があるからこそ余分な手伝いは必要としていません。それなのに人によってはスクラブやピーリングを使ってそのプロセスを早めようとしてしまうんです。確かにスクラブは肌の角質を取り、その後滑らかでスベスベになります。でも毎日スクラブ洗顔料を使ってしまうと肌の保護層を取ってしまうリスクがあるんです。特にこれは乾燥肌や敏感肌の人には危険。間違えたスクラブの使い方はお肌に悪影響ですよ。一般的にスクラブや洗いブラシは顔をきれいにするのに向いていません。スクラブの代わりに軽いケミカルピーリングを試してみましょう。高いサロンでする必要は全くありません。最近だと家でも簡単に使えるような痛みもなく軽く角質を取ってくれるアイテムもありますよ。3、化粧落としを使わない。夕方のスキンケアを簡単に済ませるためにも化粧や顔の汚れを洗顔料や水で洗うこともあるでしょう。これで数分間の節約ができると思っている人もいますよね。でも実際は無意識に顔に害を及ぼしてしまっているんです。水や洗顔料は化粧の粒子をしっかり取り除いてくれません。化粧が残っていると毛穴の詰まり、ニキビ、そして肌の油分が増加してしまうことがあります。顔を洗う前には何かしらの化粧落としを使いましょう。例えばミセラーウォーター、クレンジングオイル、そしてクレンジングバームなど。これらのアイテムはお金の無駄遣いにはなりません。肌に最善を尽くしたいという人には必要不可欠な化粧アイテムなんです。4、同じ枕カバーを2日以上使っている。毎日髪の毛を洗って寝る前にちゃんと顔を洗っている人でも枕カバーは頻繁に変えてくださいね。ホコリだけではなく表皮の粒子、ベッドを一緒に共有している人の表皮やペットの毛がたまります。2、3日使うと顔に傷をつけてしまうくらいの条件が整うんです。朝起きた時に顔をきれいな状態にしたいという人は枕カバーを2日に1度変えましょう。また素材がシルクのものを使ってみるのもおすすめ。シルク製の枕ケースを使うと顔もすっきりして見え、肌を整った状態に保ってくれます。加えて発疹やシミを防いでくれますよ。5、トナーを使わない。トナーは海外でよく使われる化粧品で、肌の pH バランスを回復させ整えてくれます。保湿クリームの効果もトナーを使うと高まるんです。このアイテムはケミカルピーリングで肌の組織に変化を与えた後は特に必要。美容アイテムの中にトナーも含めておくと様々な肌問題が防げます。例えば乾燥、皮膚の刺激、そして発疹など。トナーを選ぶときに心がけたいのが、
アルコールが入っていないものを選ぶということでないと、逆に悪影響を与えてしまいますよ。6、パウダーを使って肌のテカリを抑えている。オイリー肌の人もいますよね。一日中肌がテカってしまうとイライラすると思いますが、マットタイプのアイテムはおすすめできません。多くの人は肌がよりテカる夏に使うことも多いですが、実は深刻な問題につながるんです。残念ながら長時間マット肌を保つことはできません。外がものすごく暑い時は特に、逆に毛穴の詰まりの原因になります。肌の油を取りたい場合にはパウダーではなく油取り紙を試しましょう。確かにそこまで効果は長く続かないかもしれませんが、顔から必要のない油を取り除いてくれます。肌に余分なものをつけませんからね。7、化粧をする前に眉毛を整えている。眉毛の部分や上唇あたりに余分な毛を見つけたら、そのまま夕方まで残しましょう。毛の一つや二つに気づく人もそういません。逆に毛の処理をした後の赤みや炎症はどんなにファンデーションを塗っても誰にでもわかります。それでも眉毛を整えたい場合には、処理をして2時間以上経ってからクリームをつけたりお化粧をしましょう。8、シャワーの前に顔を洗っている。もちろん好きな時に顔を洗っても大丈夫。例えばシャワーを浴びるついでなど。でもシャワーの後に少量の洗顔料を使って顔を洗うのが、実は覚えておきたいコツなんです。というのも、ヘアケアアイテムの中にはシリコンやパラベン、また他の化学物質が含まれていて、これは髪の毛を滑らかで柔らかくしてくれますが、肌には同じような効果を与えません。むしろ肌についたままだと肌への刺激、赤み、またすでにあるニキビが悪化することがあります。だからこそシャワーを浴びる前には化粧を落とすのが大切。髪の毛を洗った後、最後に洗顔をしましょう。9、曇った日には SPF が含まれるアイテムを使わない。いつまでも若く美しくいたいという人は、紫外線を防ぐことがどれくらい大切なのか分かりますよね。多くの人は天気が良い日にはビーチだけでなく街中でも SPF 配合の化粧品を使うようになってきていますが、曇った日の紫外線対策を忘れてしまう人がたくさんいます。残念ながら寒い地域であろうと有害な紫外線は常に存在します。だからこそ一年中対策をすることが大切なんです。曇った日には特別な日焼け止めを塗る必要はありません。 SPF 30の保湿クリームを買ってみましょう。これでも十分肌を健康な状態に保ってくれます。ボーナス、バナナの皮が肌に与える効果って？多くの場合、スキンケア問題の解決策は単純で自然なものから見つけられます。その一つがバナナの皮。あまり評価されていないこのアイテムは数多くの美容メリットがあります。実際に見てみましょう。バナナの皮は腫れぼったい目に効果があります。皮の内側を目の上に乗せて、そのまま数分間置いておきましょう。次の効果は肌の水分を保ち、シワを減らすもの。気になる部分を皮でこすり、30分後ぬるま湯ですすいでください。バナナの皮はニキビや乳頭腫を治療し、イボを取り除いてくれます。しっかり結果を出したい場合には、気になる部分に数分間こするのを1日3回繰り返しましょう。イボを取り除きたい場合には患部に皮でこすり、一晩放置しておいてください。バナナの皮は歯を白くするのにも役立つんです。皮で歯を数分間優しくこすり、1日に1度から2度繰り返しましょう。今までやってしまっていた間違ったスキンケアはありますか？変えてみたい習慣はどれですか？これからのプランやアイディアを下のコメント欄で教えてください。このビデオが役に立ったという人は高評価を押しましょう。友達にもシェアしてくださいね。ブライトサイドで美しく健康に生きましょう。